ダストチャンネル。ダストチャンネルのダストです。本日紹介するのはこれだ。じゃん、仮面ライダーリバイス光るなるデラックスイーグルバイスタンプ&バイスタンプホルダーだ。イエーイ。こちらは仮面ライダーリバイスに登場するコレクションアイテムのバイスタンプをセットするホルダーとイーグルバイスタンプのセット品ですね。毎年恒例のホルダーアイテムですけど、今回はどんな感じになってるんでしょうかと言ってみたものの、まあ、このアイテムを買う人っていうのはイーグルバイスタンプ目当ての人も多いと思うので、そっちもちゃんと音声聞いてきます。ぜひ最後までご覧ください。もしこの動画が面白いと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では早速中出していこう。その前に簡単にパッケージを見てみるとこんな感じで、まあ、ここには仮面ライダーリバイとバイスがいるんだけれども、もうこれはね、見た通りダブルがモチーフになってるね。ということはこのイーグルバイスタンプはダブル、仮面ライダーダブルがモチーフになってるっていうことでしょう。箱の横側はこんな感じで、反対側の横側はちょっと光で見えないね、こんな感じで、上側にはバイスタンプの遊び方だね、リバイスドライバーとの連動音声、連動させた遊び方が載っていますね。で、ここは注意書きになっております。あ、ここはあれかな？ホルダーの遊び方かな？はい、そんな感じです。さあ、じゃあ中出していきましょう。どんな感じになってるでしょうか？よっ。ほっ。お？お？お？お、結構コンパクト。お弁当みたいに収納されてた。これは取扱説明書と思いきや、注意表記一覧ですね。こんなの見せてどうなるかっていうところだけど、一応注意表記一覧が入っておりました。まあ説明書はいつも通りQR コードだよねと思うんだけど、QR コード、あ、載ってた。ここね、QR コード、まあ、読み取って説明書見てくださいねということで載っていますが、僕は見ずに遊んでいこうと思います。まあ大体わかるでしょう。はい、中出してみました。ではそれぞれ詳しく見ていきましょう。まずはね、このバイスタンプホルダーなんだけど、一番に思ったのがね、小さい。今までのホルダーアイテム、ここ最近の見ても、なんか小さい感じがする。もう、ガラケーみたいだもん。ほら。しもしも？はい、アップで見てみると、こんな感じですね。モールドはこんな感じになっていて、ここにバイスタンプをセットすると。で、後ろ側はこんな感じで、これはあれかな？ズボンとかにこう引っ掛けれるようになってるのかな？で、ここにベルトを通す感じだと思うので、実際にセットしてみよう。この向きだね。よ。ほっ。おー、いい感じ。あ、ちゃんとね、ベルトと色が合わせてあるね。じゃあ反対側も同じようにつけてみよう。よいしょ。ほっ。お、簡単に入るね。はい、実際にセットしてみました。セットしてみると、こんな感じになっておってね。これね、今回僕すごい素晴らしいと思うんだけど、何が素晴らしいっていうかと、何が素晴らしいかっていうと、これね、実際、ループに通したじゃん、ここをね。だからね、外れないの。もう暴れても外れないの。これすごくない？結構今までのってこう、上からシャキってこう、ね。差し込むようなタイプが多かったと思うんだけど、これだけね、固定してあると安心感があっていいね。じゃあ、早速バイスタンプセットしてみましょう。いくよ。これをこのままセットすると。カチッと。おー、いいね。ちゃんとロックされます。で、これも引っ張れば簡単に取り外せると。はい、こんな感じだね。はい、両サイドセットしてみると、こんな感じになりますね。おー、ボリュームもあってかっこよくなったね。では続いてイーグルバイスタンプ見ていきましょう。正面には大きくイーグルがデザインされていて、この後ろ側には仮面ライダーダブルのモチーフがありますね。ティッシュグルート見ていくとこんな感じで、今回の大理石調はブルーかな。こんな感じ。で、いつも通り上側にボタンがあって、下側のスタンプはこんなデザインになっております。じゃあ音声聞いていきましょう。上のボタンを押します。イーグル。うん、グリーンの LED 発光が綺麗だね。じゃあリバイスドライバーとの連動音声聞いていきましょう。まずはイーグルゲノムに変身。まずはイーグルバイスタンプのボタンを押します。イーグルで、ここに押印ですね。じゃあセット、じゃあレバーを倒します。変身。うわあ、斜めになった。ちょっと待って。
これ良くなるんだよね。ちょっと待って、直すから。これね、直し方は僕動画上げてますので、気になる人はそっち見てください。リバースドライバー最高なんだけど、唯一このガチャッと斜めに止まるところだけね、結構ね、多いんですよ。そこがまあ唯一の不満点かな。じゃあ改めてもう一回ね。はい。で、スタンプを押して。で、セット。レバー倒します。変身。ダブルだね。荒ぶる、高ぶる、空かけ、めぐる、イーグル。お前の羽を数えろ。じゃあ次必殺技いってみましょう。このままレバーを倒して。もう一度倒します。イーグル、スタンピングフィニッシュ。じゃあ次はリミックス変身。レバーを倒します。で、上のボタンを押して、もう一回レバーを倒します。必殺ミラクルぐるぐるイーグル。これ、リバイスドライバーの音声を担当してる人って、オリラジの藤森さんなんだけど、こんなに仮面ライダーの変身音声に適してるとは思わなかったね。めちゃくちゃ気持ちいいし、かっこいい。ということで本日はデラックスイーグルバイスタンプ&バイスタンプホルダーを紹介しました。今回のホルダー系どうだった？毎回そうだけど、まあ、これはね、なりきり度を高めたい人とコレクションアイテム狙いの人をターゲットにしてると思うんだけど、今回のこのイーグルバイスタンプは人気の高い仮面ライダーダブルモチーフだからね。気になる人は結構多いかもしれないね。もし気になった方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからもこのチャンネルでは仮面ライダーリバイスのアイテムをレビューしていく予定なので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ザストでした。バイバーイ。